こんにちは、イマジンハートの研究所のナオジーです。今回ですね、アマゾンで、また工具を購入しました。はい、工具ですね。はい、これはね、まあ開けてみればわかるんですけど、ホットガンですね。ホットガン、あ、ホットガンじゃねえよ何言ってんの、何ホットガンなんで、あれですよ、ホットじゃなくてですね、なんだっけすぐ忘れちゃうな、ホットガンじゃない、何が、ヒートガン、ヒートガン、ヒートガンです。ホットガンじゃない、ヒートガンですね。はい、で、多分中華製なんですけれども、あ、これ、はい、これがね、まああんまり評判よくいいってほどじゃなかったんですけど、まあな、あの、壊れたら直せばいいかなと思って、まあ中華製なんですけど買いましたね。はい、じゃあこれで、ここにつくのかな。5000円ほどの、安いやつだったんですけれども、これがホルダーですね。ホルダーはどう、こうはずじゃないのかな、こうだな、これだろうな、多分な。違う、こうだ、こうだね。これ以外つけようがないもんね。そうね、これ以外つけようがないですからね。大きいヒートガンはあるんですけれども、あるんですけれども、それはね、日本製なんですよね。だけどね、何せちょっと大きいんで、基板のね、ハンダ付けを取ったりとかですね、するにはですね、ちょっと大きすぎてですね、扱いにくいんで、小回りが効くというかですね、そういったものを、ね、そういったヒートガンが欲しいなと思っててですね、買ってしまいました。で、コンセント。で、コンセント入れますね。なかなかね、いいのがなくてね。こう置いとくのかな。こう置いとくのかな。そうだな、多分な。あれ、こっち？こっちかな？もしかしてこっちかもしれないこっちにもあるねまあいいやとりあえずいいや、これでオンしてみますね。オン、これ温度だと思うんですよね。温度かな、違うな、これは何だ、スイッチは、これが、ここがね、ここのつまみが、あれですね、風の強さですね、風の強さ。これ危ないですよ、これ。これね、何百度、300度じゃないよ。何度だっけな、これ。600度までいかないよ。結構ね、熱くなりますんでね、気をつけないといけないですね。最大でこのくらい。はい、こんな感じでね。で、これが温度か。お、早いな。だいたい200、
200度ぐらい、まあ、温度上がってきましたね。それで、あ、ちょっと待って、それ前にまず、はい、ちょっと待って、ね、つけましたね、ノズルをつけないとね、ノズルで、ちょっと一番小さい、細いやつ、大丈夫かな、熱いかな、あれこうか、こうやってひねるんだな、止まらないこう入れて、あ、こうか、なんか微妙ですね、これね、ほら取れちゃうよ、ここ入れてヒュッてひねるんだけど取れちゃうね、ちょっとここちょっと工夫してやらないとダメだな、まあなんとか、じゃあこの辺のですね、この辺の IC 取ってみようかな、これはもうあの別にジャンクっていうか部品取り用の基板なんでね、よし、これがありますね、本当に上がってる、あ、200、これ結構上がってきますね、230度、まあいいや、ちょっとやってみます、ん、見えないね見えないね、ちょっと待ってください、おお、これこれちょっとやってみる、どうだ、この辺やってます、あ、まずチップ抵抗でも、チップ抵抗でも、出て、あ、ちょ、熱い、やっぱ出てますよね、あれ、もっと、どのくらいか、これなかなか溶けないね、あれ200度になっちゃってる、なんで300度、抵抗も取れないよ、最大の、風を最大、
あ、取れた取れた。ちょっとコンデンサあ、取れるね。あのね、ボンドでついちゃってるんでね、だから取りにくかった。温度がついてんだな、これ。まあ、ちょっと失敗だなってかな。この辺、このトランジスタ。これノズルがちょっと小さすぎたね。遅すぎた。300分のはずなんだけど、溶けてる。結構溶けてるんだけども、あ、大丈夫だね。うん、ちょっとコツがいりますけどね。うん、大丈夫そうですね、一応ね。はい、ということでこれもね、ちょっと今慣れてないんでね、あのちょっと使いにくいんですけど、徐々にですねやっていきたいと思いますんでね。はい、そう、はい、またね、これでね、ちょっとまだ慣れてないんでね、あれなんですけれどもね。あとね、この、ね、表面実装のやつね、よくね、ボンドで止めてあるんですね。最初にボンドで止めて、それで、ハンダ付けしてることがあるんでね。その場合は、ハンダが溶けてもですね、なかなかポコッと取れないという。ちょっとやりにくいですけどね、これがちょっと試行錯誤しながらですね、使っていきたいと思います。一応なんとなく使えそうな気がするのでね、868とかというやつですね。これ取説は入ってないです、例によってね。あ、入ってる入ってる入ってる入ってました。使用手なんですかね、ユーザーズマニュアル使えてありますね。さすが中華。うん、ね、一応何度まで上がるんだこれ。一応700ワットということで、そんで温度は450度までですね。450度。うん、で分かりません、中国語は分かりません。はい。あ、英語でもあるじゃん。英語もあります。英語もある。英語、どっかある？こっから英語か。あ、英語もあるね。別に、そう大したあれじゃないんで、ね、大丈夫だと思うんですけど。あとは、すぐに壊れないことを祈ります。よくね、こう、中華製の買うとですね、ハンダ付けがですね、ポロッとね取れてしまうとかね、いろんな不具合なんでね。あとはこれ心配なのはね、
これ熱この辺かかりますよね、ここの部分にね。そうするとね、この辺がねこう緩んできたりとかしてね、取れちゃうこともあるんですけど、まあ最初に今今の最初の段階最初の段階ね、ここね止めるのがねちょっと、もうちょっとなんとかしてほしいなって感じがしますね。これも、ちょっともうちょっとね止めやすい、錆びてるよなんで錆びてんの。この辺がね、さすが中華ですよね。これ見て、見えるかな、見えるかな、見えないかな。この中、錆びてますまあいいや、錆びてても、錆びてる。で、ここね、こうやって刺して、ぐるって回すんですよね。回すと、こう固定できるって言うんですけど、ちょっと甘いですね、それがね、固定がね。ピンセットが2本と1本。これはなんだ、これは。これか。これがこう入ってたのか。ピンセットね。ピンセットが2本ついてまして。で、ノズルが、5個ついてるのかな。1、4つですね。ノズルは4つついてましたね。結構大きい、ノズルは5つですね。こう5個ついてますね。で、1個中が錆びてる。で、もう1個なんて言ったの、これもちょっと錆びてるね。まあどうでもいいというか、2つ錆びてますね。ここがこれはステンレスかな、なんだろう、ステンレスだとこの錆びないよな、なんだろう、鉄、まあとりあえず使っています。まあとりあえず使えるでしょう。はい、ということでですね、まあ安いものなんでね、あと工具なんでね、あればね非常にね便利に使えるんでね、表面実装のね部品をね外すのに、まあハンダゴテだとですね、パターンを壊してしまう可能性があるんでね、かといってですね、今まで大きいですね、ヒートガン使ってたんですけど重たいんでねこれちっちゃいものを取ったりするときは結構ね重たいんでね、なのであたつ、あちし、あちし。はい、ということで、これをまた新たな戦力に、追加して、また修理を、していきたいと思ってます。はい、どうもありがとうございました。なおじいでした。はい、失礼します。登録の方もよろしくお願いします。はい、どうも。